今では考えられないすごかった昭和の芸能界のお仕事と。16歳なのに歌舞伎町で風営法改正の、インタビューに夜中行かされた。はい、風営法の改正って、もう20回ぐらいされてるらしいんですけど、私が行った時は大幅に風営法が変わる時期だったらしくて、1985年だったらしい。もうまさしく16歳の時に風営法が変わるっていうので、ラジオの番組で、まあ、先に録音して後でそれを流すって形だったと。生ではなくて、はい、でそれに行きましょうと。やはりあのスチールギターの社長と今ね、もうお会いしてもないからご存命なのかも、ちょっとなんか久々に会ってみたいなと思うんですけど、はい、結構ねおじいちゃまだったので、今もしかしたらね分かんないですけど、でそのおじいちゃまも一緒に、社長もいらしてて、それで、ね、風営法だからね、風営法だからなって言って、え、風営法って何って思いながら、とりあえずそのディレクターさん、おじいちゃんの社長さん、私で歌舞伎町に行って、風営法が変わりますけど皆さんどう思いますかっていうのを10時ぐらいから延々と聞き続けるんですよ。でみんなもうイエーイとか言われちゃって、はい、で、あ、これラジオラジオとか言って、あ、ラジオですとか言って、それで風営法がって言って、あー、なんか変わるみたいだねとか言って、なんかよくわかんないって言われたりとかして、で心の中で、うん、私もって思いながら全然わかんないと思いながら、はい、でラジオの本編の方には呼んでいただけず、そのとにかくもう3時間ぐらいぐるぐるいろんな人に聞きまくって、風営法が変わりますけどどうですか、風営法が変わります、もう呪文のようにそれを聞き、で一切ディレクターさんもおじいちゃんの社長さんも助けてくれないんですよ。遠くの方から見てるって感じで、で今だったらスマートフォンとかで風営法なんだろうとか調べたり事前にねして、もっとこう深くできるんですけど、急に決まった仕事っていうのもあるし、調べる方がちょっとよく分かんない。でも本当に自分の勉強不足だったんですけど、もうずっと風営法ってどう思いますかとかって聞きまくってたっていう話がありますね。はい、しんどかったですね。の頃の歌舞伎町だったから、まあ、よりさらに夏の感じというか、そうです、そうです、あのそういうのが良くないっていうので、あの85年に変わったのは、あの確かゲームセンターとかもね、うん、時間制限にしたりとかっていう感じだったらしいんですけど、それの前にもちろんインタビュー行ってるから、もうなんかもう街がパワフルです。そこに何にもね、よく分かってない名古屋から来たばっかりのポニーテールの私がマイク持って、どういう番組なのか分かんないですけど、うん、番組も分かんないです、全然分かんないです。なんか聞いてきてって言われて、はい、で若者に聞けって、今考えたら若者だから私がね、若者に聞けっていうことだったかなってちょっと思い出そうと思ったんですけど、それもなかったので、多分社長さんが何か仕事っていうので、じゃあっていうので行ったんだと思います。社長さんになんか興味が出てきました。本当ですね。高齢で、まあ、年齢差もあったっていう。あ、そうです、そうです、はい、私16歳社長さん多分70出たかな、と思う。まあ、でも16歳から見るとみんなすごい年上に見えるんですよね。だからもしかしたらそこのお嬢さんママも、お嬢さんも会ったことあって、お嬢さんが多分30代前半だったと思うんで、もしかしたらそう50代かもしれない。うん、わかんないです、はい。なんかね、おかっぱみたいな髪の毛してました、社長は。はい。
あの仕事が決まるたびに次はどんな深夜の仕事が来るんだろうみたいな私はお風呂に行けるんだろうかっていうその心配がもう3日目なんですけどっていう、もう流し台でか、ね、洗えないですみたいな、はい、本当にお風呂にあのついてるところに移った時はもうこれでスナックの営業も行けると思やってなかったですけどもう今なら行けると思いました大丈夫って思いました、はい、お若い頃からお仕事をされていて、はい、まあ、名古屋の方でもそうですね、早い段階で東京、16歳とかでそれ感じたことがある。だからあの名古屋にいた時は中学生日記とかね、あとあの児童劇団にいたので、ミュージカルに出たりとか、割となんかこうなんかね、そういうキラッとしてる方のお仕事が多かったんですよ。多かったというかそれしかしたことなくて、でやっと東京にね、そこを児童劇団辞めて事務所に入って、あ、これからだと思って一番最初がスナックの営業と不衛法で夜中まで夜まで聞かされるやらされるっていうのがもう本当になんか違うどころじゃなくて全然違うって思ってすごくびっくりしました。本当にびっくりして、で夜なんて出ないし酔っ払いなんて見たこともないし、名古屋の方でも割と静かな方に住んでいたので見たことないから、歌舞伎町の人の多さっていうのはあの名古屋もそれなりに人がいるし、あと東京に名古屋時代も、仕事でね、あの来てたりもちょっとしたりしてたので素人ながらびっくりはしなかったんですけど、歌舞伎町の酔っ払いの人の多さにはびっくりしましたみんななんかこう肩組んで歩いてたりとか、いっぱいいろんなもの落ちてたりとか、それは忘れられない光景かもしれない、はい、でアイドルとして自分があの頑張ろうと思ってたしだったんですけど、まあ、その前に歌の学校も名古屋で通ってたから歌のレッスンはしてたのでよかったんですけど、レッスンも行かせてくれるんだろうと思ったらレッスンも行かせてもらえなくて、当時の事務所の近所に公園があって、乃木神社の公園なんですけど、東京に乃木坂ってある乃木神社の公園に行ってこいって言われて、そこで発声練習してこいって言われて、で行くんですけど恥ずかしくて、一応やり方は練習をね名古屋時代で歌の学校でやってるんで発声の仕方はなんとなくわかるんですけど、それを公園でやるのってすっごい恥ずかしくて、それも16歳なんですけど、私の16歳はこう考えるとぬるま湯から熱湯に変わったぐらいのなんか大改革かもしれないです。一人っ子なんでもう両親に超よ花よだし、もうそういうふうに育ってきたのが急に大人の世界に入れられっていう感じだと思います。16歳は私の中の思い出深い年齢っていうことに今日気づけてよかったですはい、その時の自分の頭の中ではやっぱアイドルとしてやっぱり活躍したいっていう、そうです、はい、だからあのハワイアンのアイドルって言っても、アイドルついてるからいいかなっていう、いいのって思いながらいたっていう感じですかね。アイドルとして頑張りたいって、まあ、そうですね、あの思ってたのと違う感じですね。名古屋時代とは全く違いましたね、はい、でもいっぱいいたじゃないですかね、やっぱりそういうあの自分がまさかそのスナックの営業をするとかあの歌舞伎町でとかっていうのは、歌の番組名古屋時代好きでよく見てたので、あの有名な歌手の方がね流しをやってらっしゃいましたとか、こんな大変な仕事やってたっていうのはインタビューとかテレビのちょっとしたインタビューで聞いてたいたので、そういう仕事があるのは分かってたんですけど、それは私には一生関わらない仕事だと思ってたんですよ。でもしかしたら私
こう大人になって芸もっともっとね頑張って芸能でインタビューされることがあってももうなんか私何もそういうなんか大変な仕事してないからネタがないですってなっちゃったらどうしようって思ってたんですけどありすぎるから、はい、すごかった昭和の芸能界の仕事お願いします。はい、いや玲子監督だからって言われて監督